ねえねえ、もっと早かったかな。来ましたね。ちょっと僕はあの今豚ね、熱い豚肉食べてちょっと上顎ちょっとやけどしちゃったんですけれども。いいね。改めて見てるだけじゃないですか。用意してたやつみたいなもん。え、なに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 、知らないでしょ。いやいや、もう2回目ですから僕。あ、本当に？ごめんごめんごめん。しかも数秒前に言ったネタだけど。はい、どうぞどうぞ。ごめんなさい。ということで、皆さんこんばんは、ショータイムです。今回はですね、明日7時キックオフですね。はい。邪魔しないでください。え？ちょっとなんか広告流れてますから。そうですそうですそうです。はい。サウレッチ広島対川崎フロンターレの試合前生放送といたしまして、はい、毎度もう彼これ何回いただいてるんだっていうぐらいの、ポチャロ TV さんの、リュウちゃんさんにお越しいただきまして、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ポチャロ TV リュウちゃんです。よろしくお願いします。いや、出すぎじゃない？もう出すぎでしょ。まあ、もう最後。あ、今日最後で。おい、それも寂しい。すごい寂しいから。ちょっともう、視聴者の方も多分、あの、飽きてるよね、いい意味で、このコンビはもう飽きてると思うんで。いやいや、いい意味で飽きるってないのよ、だから。あ、だからもう、次のステップへみたいな。確かにメイちゃんが出たりとかさ、はい、本当ね、はい、あのフロサポのさ可愛い女性がいっぱいいる、そういう、ね、方が出た方がね、いい。今回はちょっと変化加えようと思ったんですけど、うん、まあ、やっぱり金曜の夜ってことで皆さんお忙しくされて、まあね、花金ってやつね、うん、花金皆さんされてるみたいで、うん、まあ、またこのまたこのとか言う本当こんちゃんっすよ、本当に。こんばんはだよ、皆さん、本当に。ちょっとなんか、まあ、あの、もう多分、9.9 割は知られてると思うんですけど、軽く自己紹介というか、いいっすか？お願いします。あ、どうも、皆さん、はじめまして、ポチャル TV、リュウちゃんと申します。よろしくお願いいたします。お願いします。ね、普段は、まあ、フロンターレを主に取り上げているチャンネルということで。あ、そうですね。はい。ここ最近は、新メンバーも入ってということで。そうなんすよ。クオリティ上がってんじゃないですか、動画のかなり。めっちゃ上がってますね。やっぱり、フロンターレ応援する YouTube なんですけど、カッチョっていう編集スタッフがいて、プラス、雪山っていう編集スタッフが加わったんですよ。はいはいはい。それによって編集がブワーンってもう強くなりました、面白くなりまして、はい、プラスもちろん勝ってただけでも面白かったんですけど、それにねちょっとちょっと変な人がちょっと加わったんで、ちょっと変な感じになったんですけどね、やっぱあと安定のメイちゃんですかね、そうですね、もうはい、安定のメイちゃんですよ、本当メイちゃん人気が半端ないですから、はい、本当、はい、っていうので、頑張っているチャンネルでもありますので、概要欄の方に、SNS 情報と YouTube リンク貼らせていただきますので、ぜひぜひ。どうも、あらじゃないですよ、本当に。ぜひ、そちらのチェックの方もよろしくお願いいたします。ぜひよろしくお願いします、本当に。ということでね、田中さん、こんばんは。明日は苦手な川崎フロンターレとの一戦ですね。控え組含めみんなで川崎フロンターレに立ち向かって、なんとか勝ち点3を取ってほしい。ディオンスタジアムラストフロンターレ戦勝利を目指して頑張れ、サンフレということで。そうですね。うん、まあ、そうですね。ラスト。もうラスト数試合ですから。いや、本当ですよ。あっという間の。もう後半戦に来てますからね。来てますね、もう。それでこそ、もうエディオンスタジアム使えんのも多分 5試合とか、そんなもんだと思うので。あ、そう、今年最後か。そうです、そうです。はい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 。結局行けずですね、本当に。一緒に行ってくんないから。絶対一緒に行ってくんないから、全然。人のせい、えぐいっすよ、それは。一緒に行こうねって言ったけど、いや、ちょっと興味ないじゃないですか。え、確かに。盛岡だね。え、何？はい。いや、何してなかった。してなかったか。ごめんなさいな。すまないんで、はい。ちょっと。あ、ごめんなさい、すいません。そうそう、俺がいけない、そうだね。こういうのはいけないんだよね。1時間で終わるって言ってんのにさ、これで2時間、3時間やってんだもんね。本当にそうそう。本当ごめん。ごめん。
紫木さんこんばんは、てるさんこんばんは、たちさんこんばんは、こころさんこんばんは、おっと、しわのえチャンネルさん、あら、なんどうした、ショータイムゴルフをご覧の皆さん、はじめましてじゃないんですよ。ゴルフ部なの？いや、違うんですよ、ショータイムってあの普通に検索欄で調べると、あの、はい、僕より登録者多いショータイムゴルフが先に出てくるっていう。めちゃめちゃ詳しいじゃないですか、もう。やば、めちゃめちゃ詳しい。いや、すごいな、今日な、あ、そっか。ね、あ、はい、ちょっと触れ、そうそう、だって今日、ショータイムさん、あの、その試合見てて、はい。あれでしょ、あの、買い出し行けなかったんでしょ。あ、そうです、あの、7時半キックだったんで、あのギリギリまで上位決めてたら。間に合わなくなっちゃいました。なんでもう、あとこれしかないです、本当にもう。あ、本当に、あ、俺これ飲んでいいですかね、これね。これがこれ。いやー、ちょっと話してたんですけど、めっちゃ美味しそうですね。これ。この風呂上がりエールっていうね、あの風呂カフェってフロンターレのカフェがあるんですけど、はい、そこで売ってるビールですね。いやー、いい。と、あとはこれあれですよ。陸前高田市ってね、日本酒、まあ森、一応これ、あの岩手県なんですけど、はいはいはい、仙台戦うときに結構陸前高田ランドってやったりとか、うん、あと普通に試合でやったりとかするのを日本酒売り始めまして、はい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 、はい、ちょっとこれ飲んでみようかなと思って、そうなんですよ、ちょっと飲んでみようかなと思って、はいはい、ぜひぜひ、いいですか、ワンカップみたいな感じ、いいですか、はい、お願いします、あげましょう、これ、はい、で後ろにはですね、これ選手が書かれてるんですよ、これ、すげえ、すごいっすよね、それは誰ですか、小林選手ですか、小林選手、ジェジエウ、小林、大島、佐々木っていう感じですかね、あ、もう看板選手が、はい、うまい、いや、薄、内容薄いっすね、そっか、いや、すごい飲みやすい日本酒、ちょっと辛口書いてあるんですけど、辛口じゃん、はいはい、もう辛口ですかね、ちょっと飲みやすいです、本当に、っていうので、まあちょっと、ぜひ、この川崎来た時一緒に飲みましょう、また。あ、ぜひぜひお願いします。ごめんなさい、ごめんなさい。すいません、なんかこんな感じ飲んじゃってごめんなさい。いや、いいっすよ。師匠なんですよね。勝ち点ゼロですが、ポジティブだけが取り柄です。今夜もよろしくお願いします。ということで、ありがとうございます。ホイキンシャンさん、こんばんは、ありがとうございます。あ、ラッパーザキバチョさん、ピコロさん、前回のコラボからずっと見てますということで。本当ですか、あ、そう、前回、ポチャフロの生配信見てくださったんですよ。はいはい、嬉しい。本当ありがとうございます。いや、めっちゃ嬉しかったです。本当に。ありがとうございます。ありがとうございます。りょうこさん、こんばんは。みょんみょんさん、しょうさん、けいすけみたい。けい、なに、なにけいすけだろ。こんなかな、けいすけ。髪の色。たくみチャンネルさん、やっほー、しょうくん、りゅうちゃん、こんばんはということで、ありがとうございます。あ、こんばんは、こんばんは、こんばんは。ありがとうございます。りゅうちゃんさん、準レギュラーおめでとうございます。いいっすか、確かに。いい、いいですか、逆にいいんですか、もう準レギュラーとして使っていただければ、本当、はい、すぐ出ますよ、本当に。はい、あの、もう、うん。ポチャフル TV、リュウちゃんさんと、あの、ささゆかさんはもう準レギュラーなんで。嬉しい、ささゆかさんももう多分、4、5回ぐらい出てくれて。え、じゃあ、ささゆかさんと同じぐらいって感じですか、はい。ちょっと、もうちょっと多めに出たいですね、そしたら、ね、そこは。神奈川ダービーとして。うん、はいはい、はい、確かに、うん、ああ、そこもバチバチなんだ、すいません、なんか、うん、だけど多分ね、笹井川さんの方が完全に絵は綺麗だから不安でしかないです。上野じいさん、お久しぶりです、こんばんは、よろしくお願いします。上野さん、お願いします。マラタさん、おなじみリュウちゃん、こんにちは、ということで、ありがとうございます。あ、こんにちは、どうぞ。いや、もうほら、安定コメント来てますよ、安心のポカロさん。本当ですか、ちょっと準レギュラーとして頑張ります。よし、まあ、ちょっとね、あの、この移籍話はちょっと後ほど話していくんで。ほう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 。あさみさん、こんばんは。ポチャウロリュウちゃんコラボは爆笑会になること間違い。ほら、人気ですよ、ほら。考えられへん。ごめんなさい、神奈川出身でした。マラトさん、いつもメイちゃんは確かに。1回ぐらいですもんね、出ていただいたのは。メイちゃん、そうなんですよ。でも、だから、金曜日はやっぱりよそ今回ね、今回ちょっとね、僕が誘うの遅すぎたっていう、うん、
今回はね、はい、ちょっと本当はできるかできないかもしれない、際どかったんですけど、そうですよね、はい、だ今だってどこにいるんですかって話ですもんね。今は、はい、そう、盛岡にいました。そりゃそうなのよ。そうなんですよ。できるか不安ですみたいな感じだったもんね。話さ、ちょっとそのついでに話すと、こちらですね。はいはい。どんと。あ、来ました、はい、これやばいよ、これは。ね、まあ、僕は NASA のマネージャーさせてもらってるんですけど、はい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 、明日、もう見てくれた人は多いかな、多分かなり多いと思いますけど。いや、めっちゃ見たよ、これ。NASA さんの動画っていうか、うん。で、明日 J3 の試合があって、このグルージャー盛岡対首位の愛媛 FC がやりますので、ほう、そちら、まあね、撮影含めてちょっと盛岡の方に来てるっていうのが現状で、ちょっとできるか際どかったんですけど、なんとか、まあ、ホテルから配信するっていう感じなんで、いやいやいや、なんか僕の視聴者の方とかも、ね、試合見に行くよみたいな DM くださったりもしてたんで。盛岡に、はい、はい、なんでめちゃめちゃ嬉しいなと思って、まあ、これを機に J1 しか見ない方もね、ダゾンでもいいので、ちょっと J3 とかも明日見ていただけたらなと思いますよ。明日6時からっすもんね。そうです、ちょうど広島戦は多分7時だと思うんですけど、1時間前半だけで、そうですね、かぶらなくて見れる。フロンターレ戦は7時からだから、はいはいはい、そう、ちょっと1時間見れますよ。前半見れるからね。1時間だけでも見ていただけたら。あとは、そうね、メンバーに入ってくれればっていうだけですね。そうですね。そこも、見どころですし。そうね、練習見せたら半端なくない？いや、もうかなりハードに頑張ってましたよ。僕、1個目なんですよ。はい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 。那須さんが81年だ、うんうん、82年生まれなんで。うんうん、やっぱさすがだなって、もう本当、プロの方とは、あれなんだけど、はいはいはい、現役離れてから4年、3、4年ぐらい経ってるじゃない。そうですね。それで身体能力は半端ないですよ。やっぱ筋力だったりとか、はいはいはい、持久力がすげえなみたいな感じですね、ほんと。そうですね。楽しみにしてます。いやー、もう本当に、復帰、びっくりした。ね。イベントも来てますからね。びっくりしましたよ。ほんとびっくりした。俺、嘘かと思ったんですよ。なんか、だかその岩手グルージャー盛岡の、はいはい、そのなんか宣伝広告とか、はいはいはい、その盛り上げますよで、はい、なんか上がったのかと思ったら、現役復帰じゃなかったから、ちょっとみたいな。あれ、ツイートすごいですよね、閲覧数。確か、いや、相当でしょ、あれは。確かどんぐらい言ってたんだっけな、ちょっと見たんですけど、ほう、すごかったですよ。一番最初の公開したやつが、はい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 、どれだっけな、あれすごか、見たときに衝撃を覚えました、ほんと。いや、すごいなと思って。966万、うわー、966万、表示されてますね。えぐいっすね。うちまだそこまで再生数いってないですね。いい、だいたいいってないですよ、全部含めても。いい、僕もいってないですから、それ多分。またとかもやめるっていうので、ちょっと皆さんね、皆さん明日も、はい、ちょっと応援して、いや、すげーわ、応援します。はい、というので、いやー、すいません、あれ、びっくりしたわ。そうですよね、今のこと使えるんですもんね、これね、普通に。雪山さん、あ、先ほどちょっと紹介預かりました。誰ですか？こちら TV の雪山さん。あ、ちょっと知らないですね。大丈夫ですね。あ、じゃあ飛ばしで。5月から加入してもらいました。はいはいはい、新加入選手ですね。僕まだ会ってないんで、本当に嫌われちゃうんでやめてください、そういうふりするの。大丈夫、嫌われない。全然大丈夫です。本当、全然大丈夫です。うん、本日は龍ちゃん。何卒よろしくお願いします。ちょっと。すいません、本当に。お邪魔します。すいません。で、もう一人、紫バスさん。で、もう一人。はい、よろしく。ほら、ね、あららら。いつもお世話になっております。本日はおじさんをよろしくお願いしますと。あ、苦おじさんやねん。誰がおじさんやねん、ほんま。誰がおじさんやねん。いや、おじさんっす。そっか。41歳だね、おじさんだね。ごめん。本当に。サポーター、うん、だけど、うん、ね、本当ですよ、本当。ちょっと今日ガヤ多いっすね、芝の絵チャンネルさん。
小生、ミンクラを飲ませましたが、全然呼ばれません。お酒のせいでしょうか、クラブの編成のせいでしょうか。そうですね、まあ、クラブの編成、まあ、強奪もされましたし。それはそうだね。まあ、だけども、そうだね。あ、どっちかというと前者のせいにしましょうか。そしたら。はい。そうしておきましょう。俺もちょっと呼ばれなくなる可能性あるこれ。こんなお酒用意してね、これね。そうだよね。サンフレッチェとそうだね。いろいろありましたよね。そうですね。まあ、ちょっと遺跡のお話も。フロンターレが欲しかったな、どっちかとしたら。違うか。いや、違います。何が違うポチョフルさんとやるとき、ショウさんはリラックスしてる気がする。いやいや、リラックスですよ。リラックス効果があるんです、僕。リラックス効果あります。あります、あります、あります。結構、バランスを出しますから。はい、あります、あります。やっぱり、感じてます。すっごい出します。あ、やっぱりそうですか。はい、本当に。全然興味ないよね、今ね。もう次のコメント、行こう行こうしか興味なかった、今。びっくりした、すごいなんか言ったら、はい、そうですね、はい、ありがとうございます、みたいな。さすがだわ。もう暑いな。登録者がもうやっぱりごめんなさい、本当半分以下で本当に。ちょっとやめてください。今日ね、半分ぐらいの方が今日登録してくださるってことで、はい、今日って5000人ぐらいはいけますかね。大丈夫ですか。うちのチャンネル。行く勢いで行きましょう。あ、行っちゃいましょうか。内容次第だと思うんで多分。内容次第か。え、今日のトークのってことですか。はい。減ったりもあり得ると思います。減る。はい。気をつけよう、ちょっとコメント。気をつけます。すいません。あ、危ない。あ、せいしかたから。ラッパーザキバチョウさん、リュウちゃんさん、一個上の那須さんがプロ復帰して体鍛えてるっていうのに、一個下のリュウちゃんは後輩のゲストライブでワンカップ片手にふざけてるって、人生いろんな生き方ありますね。本当そうよね、本当そうよね。いや全然だってあんなにさ、ポテンシャルもないしさ、センスもないからさ、どっちかさ、こっちがましかないですよ。いや、それで行きましょう。これでちょっと、すいません、これで頑張ってきますんで、今後ともよろしくお願いします。本当に強みありますから、そこ伸ばしていきましょう。本当に。頑張ります。何塾の先生ですか、なんか。ショータイムってこれ、塾なんだ、これね。リュウちゃんさん、頑張ってくださいと。あウェブさん、レッツサポーターです。今日おめでとうございます。あ、おめでとうございます。見させていただきました。見させていただきました。奥ちゃんさん、こんばんは。紫キングさん、ショータイムさんは、広島加入。広島加入したいですよ。あらららららら。早く久しぶりに。あんの話が。いや、あるわけないじゃん。早く、早く欲しいです、その話。オファーが。はい、今ね、JFL で頑張ってもね、本当に。近いか。広報でいいんで、全然。あ、広島の？はい。え、那須さんのはどうすんの？え、やります。あ、やりつつ？はい。うわぁ、すごいわ、やっぱり。そういうね、アクティブなのが好きよ。はい、ありがとうございます。いや、すいません、塾でしょ。教えてもらったんじゃだから。すいません。ごめんなさい。しげさん、登録してあげたいけど、すでに登録済みなんで。え、ちょ、待ってください。シゲさん、ありがとうございます。いや、めっちゃ嬉しい。反応すごいな。いや、めっちゃ嬉しいです、本当に。どうしていいか分かんない、本当に。この方がね、こう、登録してくれるって一番嬉しいですからね。いや、めっちゃ嬉しいです、本当に。だ今度さ、広島、まあ、来年になっちゃうかもしれないけど、とどろきで試合の時は、みんなで飲みましょうよ。広島サポーターとフロンタレサポーターと。はいはい、試合前ですね。あ、そっか。そっか、試合前でしょ。5は危ない。ごめん、ごめん。いや、仲いいよ。行きます行きます。危ないかな。いけるでしょ。仲良く、でもサポーター仲良くね。はい。ちょっと相談していきましょう、そこも。そうそうですね。はい。いや、ちょっと、コメント止まんないんで、ちょっと行きますね。もうすごいんだ、またこれ、ほんと。これでね。立ってしまったんで、まずいです。さすがですよ。いや、すいません。でも、ちょっと一つ、何としてもちょっと触れておきたいっていうのがありましてね。ほう。こちらっすね。いや、これ、すごいよね。やばいっすね。ヘパポーだよ、だって。世界のレパポールですよ。えぐいっすよ、これ。えぐくない？この顔もえぐくない？渡るさんの。
やる顔してますね、これは。やる顔してるよ、めっちゃ。いやー、キャプテンいっちゃいましたね。ゲール王ですよ、もう本当に。ちょっと、まあこれだけなんですけど、ちょっと頑張ってほしいということで。いや、ほんとすごい。日本にね、南を。はい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 。選手もいらっしゃったじゃないですか。はい、クロップ監督で、それについてですもんね。うん。ちょっと戻ると、クロップ監督はその前にもドルトムントの時に香川選手とかもやってますから、ね。香川、あ、そっか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 。だから日本人選手結構好んでくれて嬉しいですね。すごいっすよね。うん、本当に。おめでとうございます。本当に、はい、こっからのね、はい、そうですね。活躍を、うん、記念いたしておりますので、頑張ってください。うん、はい、ということで。あ、そうですね、ウィンボーグさん。レッツはこれで、移籍金で1400万入るらしいです。で、湘南は1億らしいですよ、ちなみに。あ、その、え？あ、もともと、え、高校だから。あ、そうです。最初だから。今まで所属したクラブにちょっとずつ入るらしいんですよ。湘南1億ってことはどうしましょう？結構、なんかしでかす可能性はありますよ。あらま。そうなんですよ。なんで、レッツもね、しっかりと1400万。いただけると。いやー、1400万すげえなー。こうやってさ、チームに還元し、ね、いたチームに還元してるっていうのがやっぱりプロサッカー選手はすごいよね。ね、本当に。うん。ことなんで。うわー、すげえ。これからも、そうですね、三笘選手との対戦もありますからね、今年は。そっか、うん、うわー、どうすんだろう。いやー、ちょっと楽しみですね。いやいや、楽しみですね。うんうん、よろしくお願いします。もう見よう。これ見るしかないですね、マジで。見るしかないです、これは。間違いない、間違いない。本当ですよ。はい、ありがとうございます。で、ありがとうございます。ということで、ちょっと入っていきたいんですけれども。はい、ほうほうほう。もう第24節ですかね、今節。はい。っていうので、もう半分も折り返して数試合を経った。残り10試合。そうですね。まあ、稼げるない現状というか、まあ、夏の移籍のところで、まあ、とにかく触れたいところがあって、はい、そうですね、まあ、こちらの選手ですかね、やっぱり、ドンということで、はい。バフィテミ・ゴメスありがとうございます。すいません、ごめんなさい、本当に。いきなりね、音量上がっちゃうから、皆さん、耳痛かったらごめんなさい、本当に。ああ、今ちょっと。なんすかそれ。歓声上がってたから。ああ、レウに、うん、はい、危ないですよ。うるせえぞっつって歓声上がってたから、本当に。はいはいはい。ちょっとこれ、まあ今年かなり、J リーグ移籍はあったじゃないですか。ありましたね、今年は。すごかったですね。でも、もう1位、2位を争うレベルの衝撃移籍だったんじゃないですか、これ。いや、衝撃すぎませんか、本当に。はい、これちょっと僕たちもちょっと、どうと、もうどう感じていいか分かんないぐらいの選手なんですよね。ちなみにこの夏の、まあ、移籍市場が開いた時点で、フロンターレサポートしてはなんか、まあ、取るだろう、誰かしら取るだろうなみたいな期待はあったんですか？いや、ありましたよ。あ、あったんですね、あったんですね。ありました、ありました。だから、そう、だから、まあ、一番最初、三好選手だったりとかもそうだし、ああ、確かにありましたね。フリーになったじゃないですか。はい、あ、三好選手来るんだなとか、うんうんうん、思ったら行かれちゃったから、あ、もうそれはもう頑張ってくださいとか、うん、あとこの誰、もう海外で中島翔也選手とかもいたじゃないですか、いろいろとね。だから、そういう選手も来るのかなと思ったら、全部ね、阿部裕樹選手もそうだけど、レッツ行かれたから、はいはいはい、はい。え、待って待って、どうすんだろうって、正直思ってまして。はい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 。えっと思って、た矢先に、本当、8月入ってからだから、はいはいはい、プロサポみんな補強はしないのかなっていう風な、はいはいはい、あと天皇杯と ACL あるけど、大丈夫なのかなっていうのはちょっとありましたけれども、そこでまさかの、元フランス代表の、やりすぎじゃないですか。いや、これはちょっと、しかもね、その、年齢が38歳なんですよ。うん。を感じさせないと思うんですよね、やっぱり。そうですね、ちょっと空港からオーラ違いましたし。うん、全然違った。ちょっと、うん、かなりありましたよ。いや、そうですね。あと、日本に慣れてくれるかどうかですね。うん、レッツ戦を見て、ね、レッツでやったときに、日本でちょっとやってみたいってなっ
ったみたいですよね。そういうのがあったみたい。やってみたいっていうか、ちょっといいなっていうふうに思ってたみたいで、いろんな国からのチームからね、オファーがあったみたいですけど、その中で川崎選んでもらって。いや、もう本当に僕たちは本当、夢というか、なんか、そうですね、期待感持てる。期待しかないですね。うんうんうん、ダミアンとゴミスの2トップみたいな感じで、ちょっと。最悪ですね。最悪ですね。それだけはやめてもらって。明日は多分出れないと思うんですよね。そうですね、ま、なんか一応、うん、出場は可能。出れることは出れるんですけど。登録上は、うん、はい。でもまあ、まあないでしょうっていう。そうですね。多分ないんじゃないかなっていうふうに思いますね。はい。ね、いや、もう本当に期待してます。本当、このラスト11試合。はいはい。いや、わかりません。でも明日出ないとして、うん。はいはい。明日出なくて。選手、はい。そうですね。なんですけど、まあ、KOP さん言ってる通り、ゴミスがいようがいなかろうが、川崎に勝てるイメージがつかない。え、本当っすか？本当？多分前期というか、今年の前期の対戦の時にも話してましたけど、ちょっとガチ勝てる気がしてなくて。あ、それ前、落ちてましたもんね。はい。なんで怖い？そんなすか、そんなイメージな、今、そんなイメージないんだよな。逆にっすか？はい、あ。ずっと勝ってる、もう勝てるっていうイメージもそんなないっすだから。ああ。うん。そうなんですね。めちゃめちゃ多分、広島サポありますよ。あ、マジっすか？うん。なんでちょっと。まあまあまあ、これは目玉の遺跡にもなりました。まあ、ここから、まあ今年、のまあ、残り半分も使いながら来年に標準合わせていくって感じですもんね。ゴミ選手的にはそうですね。コンディション含めて。いや、もう今年はもう、まあ、今節出れなかったとしたらもう次節から、うんうん、もしくはもう天皇杯30日にあるんで、あいいっすね、次節の札幌戦26日と、はいはいはい、あとは30日の、新潟戦、うんうんうん、から出てきてほしいですね。いやまあ、ありそうですね、うん、普通に。途中からとかでかなり嫌な選手だと思うんで。はい。いいと思います。やっぱりほら、広島最後に勝ったの2019年らしいですね。あ、19、まあ、引き分けとかもあったのか。今ちょっと見ましたけど。はいはいはい。2019年、まあ2019年イメージかな。スキッペ監督が就任してから、対川崎戦は無得点らしいです。スキッペ監督って2022年去年から。昨年ですね、はい。確かに。そのまま。ちょっともう勘弁してください。そのまま。明日はどうにかして勝たなきゃいけない試合なんで。まあそうですよね。勝ち点2差ですもんね、ここは。2差です。32と34ですもんね。はい。まだ、もうちょっと厳しいだろうとはいえ、ちょっと最後の最後まで諦めたくないじゃないですか。全然ですよ。本当に。でも明日次第って感じですよね、もう本当に。明日もここ生き残るか生き残んないか。そうですね。うん。残りペース考えても、やっぱり上位も負けないですし。うん。なんでちょっと勝ちたいなっていうところではあります。神戸とか上位とかはありますか、試合は。ちょくちょくありますね。広島は。残りの試合がですね、これを終えると、確か次は柏だったと思うんですけど、ほうほうほうそうですね。うんうん、川崎の後は柏、鳥栖、神戸、京都、名古屋。あるじゃん、神戸あるじゃん。名古屋もあります。名古屋もあんの？あります。では、芝野湯さんとコラボってことですか？あ、大丈夫です。あ、大丈夫。最高です。っていうのでまだね全然ありますし、まあちょっと毎度前回の生放送でも喋ったんで、まあ、軽く投資では喋りますけれども、はいはい、こちら広島の方も、まあ、今年夏加入がありまして、いやー強い加入したな、まずまあ衝撃移籍第一弾ということでこちらですね。いや衝撃でしょ、もう衝撃でした。まあもともとユースの選手であってくれて、うんうんうん、まあユース昇格もできユースからトップ昇格もできず、まあ大学経由しても入れなかったんですけど、まあ J クラブを経由して帰ってきてくれたっていう形で、
すごいよね、前節も点取ってますから。本当ですよね。はい。広島愛。ね、このスタジアムで点取るのが夢だったって、サポーターの前で言ってて、もう、うわ、泣きそうになりました。普通に。そうだよね、それは。ちょっと、だってもうセレッソに行って、このまま行ってれば、セレッソでも活躍できたわけですから。いや、もちろん、もちろん、もちろん。安定を捨ててというか、さらなる自分の夢を追いかけてきてくれたっていうのは、ちょっとかなり嬉しいです、ね。すごいよな。広島の魅力だよね、これはね。ね、ユース、ああ。ちょっと誇りですね、これは。いや、すごい、本当に。っていうので、まあちょっと第1弾が加入して、まあこれで、うん、後半戦向けていこうというさなかですね。ね、前がね、ちょっとね、華やかになった、ね、終わりかなって思って。これで行こうと言ってたさなか、名古屋グランパスに背番号10番を引き抜かれてしまいまして、そうっすよね。もう絶望の淵に追いやられていたわけなんですけれども、ありましたよね。はい。その数日後にドドンと。ドーン！マルコス。マルコスが来まして。これは明日出ますよ。え？出れんのも？出るのか？外国籍選手あるあるで、予告しちゃうやつあるじゃないですか、ストーリーとかで。うん。あれやってました。メンバー入りは確実です。何やってん何やってんマジ。いや、そうです。マルコス取る。いや、僕らが一番言いたいっす。しかも10番背負ってんやん、もう。はい。見たよ、今日なんかストーリーかなんかで。見たったっす。10番だったでしょ。そうです。10番のショックは10番でかぶせようっていうので、早かったっすよ、広島のスカウト陣は。早かったよね。はい、対応かなり早くて、まあその森島選手の移籍金で賄ったっていうのも言ってますし、へえ、いやー、これはちょっと嫌なんですよね、やっぱりフロンターレにしても、はい、そうですね、マリノス時代も川崎、あ、じゃあ神奈川ダービーでバチバチやってた10番ですもんね。いや、ほんとそうっすよ。で、うまいっすからね、やっぱり、ほんとに。そうですね。で、まだ明日はもう調整的にも難しいんじゃないかなって思ってます、こっちは。いや、いけます。その。いるよね、そうだよね。そうやね。そりゃそうだよね。J リーグでプレーされてた選手なんで。うんうんうん。なんとなく分かってたけど、こっちは。なんとなく分かってたよ。出るのかなーっていうふうに。はいはいはい。ほんと出るんだーっていう感じですよね、こっちはね。ほんとに。そうですね。なんで、マルコ選手。あ、そうそう。さん、ありがとうございます。久しぶりに。いやいや、素敵。出るんだろう。いやいや、もう本当どうしよう。いうことなんで。まぁ、あ、ちょっとね。いや、いい補強しましたよね。面白い補強したかな。まあ、すごい、ね。なんで、お互い喋ることが多かったこの夏の遺跡だったと思いますね。うん、そうですね、本当。っていうので、まあちょっと遺跡話もしたところで、続いて、各チームに予想スタメンの入っていければいいのかなと。迷ったよ、これは迷った。いやー、前節はすげえ迷った。はい。どことやったんでしたっけ、前節は。神戸です。あ、そうかそうか。じゃあ、多少の変更もあるかなっていう感じだった。そうですね、イエローカードで PK 取られたんですけど、それがまさかの VAR によってフリーキックになりまして、そしたらなんか、はいはい、黄色いのが赤色に変わりまして、大南選手がちょっと退場しちゃった。多いっすね、川崎今年レッド。いや、めちゃくちゃ多いっすよ、6人でもその戦いぶりがすごいっすよね、その10人になってからのそうっすね、なんか10逆に増えたんじゃないかぐらいの強さ発揮してくる。うん、そうっすよね、増えたんじゃないかっていう、うん、はい、発揮してます。なんで、まぁ、あ、ちょっとね、喋っていきたいんですけど、うん、先に広島の方、はい、ちょっと喋って、はい、もちろん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 です、すいません。まあ、正直、前節とほぼほぼ変わらずということで、まあ、前節、いわゆる劇的逆転勝利を収めることができたので、はいはいはい。まあ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 、変わりなく来るんじゃないのかなっていうのはありますけど、まあ、キーパーが大迫選手で、塩谷、荒木、佐々木の、まあ、鉄板。鉄板だね。
まあ、右が前節は、スタートが中野選手だったんですけど、うん、まあ、越道選手の方が、まあ、どちらかというと前節インパクト残してたんじゃないのかな。好きだよね、越道選手。いや、好きっすよ。あれ、前回もさ、越道選手って言ってたもんね。はいはい、あ、本当ですか。覚えてる、それは。なんか、朝から後半から出てきて嫌だなと思ったもん、やっぱり。あ、本当ですか。うん、なんで、ちょっと、まあ、もともとその、広島の記事でも見たんですけど、あの、うん、森島選手を取られなかったら、うん、あの、シャドウじゃなくて、右サイドを取ろうとしてたらしくて。あ、そうなんだ。はい。まあ、一応補強ポイントではあるんですけど、うん。なんで、まあ、でも、あの、結局、他のポジションを補強したってことで、まあ、中野選手、茶島選手、まあ、越見選手あたりに頑張ってほしいなっていうのもありますし、まあ、なんといっても、帰ってきた11番満田選手が怪我したんだっけ。あ、そうですね、前十字靭帯。そうだよね、本当で、すごい見ました、ツイッターとかで。おかえりおかえりっていう。いや、まさかここに標準をしてないだろうなと思ってたんですけど、本当おかえりなさい。ありがとうございます満田選手、おかえりなさい。ありがとうございます。そして川崎の時に出ないでください。いや、前節ですら3ヶ月4ヶ月ぶりの試合で即先発で使ってきて。サブからじゃないんだ。いけんだろう。結構大勝負出たなって感じだったんですけど、いやー、一番と言っていいほど頼もしい存在で、まあ、あの、多分もともと決まってた前半交代だったと思うんですけど、うんうん、まあ、45分でしっかりインパクトも残してくれたんで、まあ、今節もそのまま来るだろうということで。いや、すごいさ、可愛い顔されてるのは知ってるんですよ。はい。めちゃめちゃ可愛い顔しますね。ねえ。で、サッカーうまいってなったら、もうこっちはお手上げですよ、そしたら、本当に。やめてくださいよ。確かに。で、まあ、ここにマルコスもいるわけでしょ？そうです。しかも、満田選手、右ウィングバックもできるので。ああ。満田選手が右に入って、マルコス選手が入ってくるっていう可能性もありますね。まあ、そこはちょっと、まあ、だけども、後半からにしようって言っても、後半からマルコスも嫌なんですよね。ぶっちゃけ。まあ、でも、多分後半からだと思いますけどね。さすがに。まあ、しかも、前の3枚。スキッペよ。スキッペよ。そうだ、忘れてた。うん、スキッペ頭からやっちゃうんじゃない、また。まあ、いきなり、フォーメーションとか変えますからね。こっちですから、ボスは。スキッペなぁ。すげえなぁ、スキッペ監督。これからもっとコンディション上がってくれば、まあ、このソティリュー、うん、加藤睦月、ミッサマコットは多分 J リーグでもかなり脅威になってくる3トップになると思うんで。いや、怖いよね。来年に向けても磨きをかけていってほしい3枚ですね、ここは。いや、すごいな。七選手、いい選手取ったね、だけど。ちょっと、フィットしてきちゃいましたね、かなり。だからちょっと本当に今言ってみた。うん。多分その福岡の時はサイドバックはやってたんですよ、フォーバック、うん、そうそうだよね、そうだよね。なんで、かなりまあちょっと順応するのに苦労した部分はあったと思うんですけど、この、中段明けというか、3週間明けてから、まあ、前節、前々節あたりからは、まあ、その中に加藤選手だったり、ソティリュー選手っていうターゲットができたっていうのもあると思うんですけど、かなりちょっと調子を上げてきたので。確かに、福岡の時から好きだったもんね、あの、ね、上がるのは。そうですね、結構攻撃的な選手。しかも結構5からさ、ちょっとあんまりフィットしてほしくなかったんですよ。はい、ですよね。フィットしてきたって言われちゃうと、やっぱ不安になっちゃうの、こっちは、本当に。あからさまに声量落ちるじゃないですか。いや、声量落ちるでしょ。いやー、すげえな。てか、河村選手って、はい、サイドじゃないんだな。そうですね。まあ基本的にこの、まあ、ボランチかシャドウですかね。うまいもんな、イケメンだし。そうですね、かっこいいですね。かっこいい。で、前回代表ちょっとね、体重量かなんかであれだったもんね。うん、見てみたかったけどね。見たかったんですけど、まあ、また、ちょっとアピールして、頑張ってほしいですね。はい、頑張ります。え？頑張ります。頑張ります。頑張ります。はい、頑張ってください。はい、変わります。すみません。っていうので、まあ、広島だったんですけど、続いてですね、まあ、フロンターレの、ちょっと、ゆーちゃんさんの方から、紹介いただければな。私、これすげえ迷ったんですけど、はいはい。すっごい迷ったんですけど、
まあ、これかなっていう感じですかね。あ、まあ、前節はマルシーニョのところにセガワが入ってたんですよ。はい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 。で、ちょっと後半のちょっと遅めの時間帯にマルシーニョが出てきて、うん、ちょっとあんまり勝負できなかったんで、うんうん、まあ、それ見た鬼木さんは、多分マルシーニョを頭から出して、もうかき回して、後半、セガワっていう方に、うん、もう一回シフトするんじゃないかなっていうふうに考えた結果ですかね。うん、あとはもう、小林優選手、ダミアン、まあ、これどっちかでいくかなっていうのと。小林優選手はもう万全なんですか、はい、万全です。もう万全です。最悪です。うちの長女大好きな小林優、万全です、本当に。はあ、ただ、小林優が、ゴミスを見たときに、オーラがすげえ、はい、すげえ人来たなみたいな感じで、はい、そうなんですね。すそうですね。であとはもう本当、家長選手の鉄板、もう中盤も鉄板ですね。シミッチが、ちょっと鼻の骨折ってて、ちょっとかっこよくなってますけど、はいはいはい、うん。前節出てなかったんですけど、今節は出るんじゃないか、もう大丈夫だ、全然大丈夫だって言ってたんで。ああ、はいはいはい。で、ディフェンスは、ちょっと車屋選手と、あとは、大宮選手は、まあ、カードもらっちゃったり、今節出場できないんで、はいはい、山村、高いというちょっと高身長センターバック2人みたいな感じですかね。で右山根美希の左上里恭平選手という、でこれキーパーもやったんですけど、はいはい、そうですよね。孫リョンか上福元で、僕は孫リョンでいきたいなっていう、監督じゃないですけど孫リョンかなっていうところですかね。はい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 、あ、そうなんですね。まあ、ここ、うん、ここ数試合は結構コロコロ変わってる感じなんですか、キーパーは。そう、まあ基本孫リョンがメインの上福、まあ一回上福元選手がもうあの正ゴールキーパーになったんですけど、孫リョン選手前期の時多分上福元選手、そう、はいはい、そう、そっからのもう巻き返しがやっぱり、うん、まあさすが孫リョンだなっていう、ね、ああやっぱり譲らんぞと、ああもう待てよって、ああすごいですね、やっぱり、はい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 、っていう感じなんですね、うん、はい、まあまあまあ。ある程度、まあ、フロンターレっていうメンバーですね。そこまで変わらず。そうですね、本当に。あと、ゴミスが入るかどうかですね。ダミアン・ゴミスどう使うかどうかですかね、本当に。まあ、正直、出ないにしろ、ゴミス選手、ベンチにいるだけでも相当嫌ですけどね。ね、ちょっと、ダミアン・ゴミスって並んでほしいもん。いや、ちょっと、ベンチに。はいはい。本当に。か、もしくは、本当、ゴミス U。まあ、ダミアンが出たらゴミス U とかさ。相手からしたらもう怖くてしょうがないと思うのよ。怖すぎます。うん。だけど、コンディション不良で怪我しても嫌だから。確かにそうですね。無理やり出したしてるっていう、うん。そうそうそう。それだけよね、やっぱり。うん。あ、うん、そっかそっか。入足さん、ジェジュ選手、写真で見ましたけど。いや、わかんないんすよ。はい、もう復帰はしてるんすよ。で、完全合流もしてるんすけど、そうなんすね、まだ来ないんすよね。え、じゃあ明日、いきなり。いや、それはないとは思うんだけどな、わかんない。怖い。完全合流はしてます、ほんと、普通に。我々フロサポもですね、待ちわびて、あれジェジュまだ来ないのかなっていうふうに思っております。ずっと、うん、だもしかしたらまだコンディション的もうコンディションに戻ってるけどちょっと怖いのかなっていうところもあるかもしれないです。うん、まあそうですね、ちょっと慎重になってる部分もある。そうですね、そうですね、ほんともう大丈夫です。紫山さん、翔さん遅れました。ごめん、ありがとうございます。川崎戦は、仕事だって見れませんが、突戦は広島から、参戦予定なので楽しみですと。おお。ああ。紫山さん知ってる俺も。いつも。準レギュラーだから本当に。確かに。逆に覚えるんですね。結構知ってる、うん、結構知ってる人いますね。しげさんとかも知ってるし。そう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 。ああ、やっぱもう知ってますよね、本当。はい。小林優選手は広島目線だと相性良くないから出てほしくないと。あ、そうなんすか。いや、でも小林優選手はもう、まあ、どこそうっすよね、聞いても相性良くないって言いそうですけどね。ダミアンが結構決めてるイメージはあるんですよね、広島戦。ダミアンとか、はい、で俺もう本当2017年18年に三好選手が雨の日に決めたゴールが本当忘れられなくて、はいはい、三好選手戻ってくるんだ、それしか頭になかったですよ、ずっと。
全然戻ってこなかったですね。まあ、もうちょっと、やっぱ海外でね、いずれ戻ってきてほしいなってなりますね、本当に。うん、脇坂、紫キングさん、脇坂にはいつもやられてるイメージしかない。あ、へえ、そうなんだ。嫌ですよ。そうなんすね。嫌ですよ。めちゃくちゃうまいっすよね、本当に。ワッキー、ワッキー。っていうか、このメンバーだとキャプテンは誰になるんですか？上里選手か脇坂選手ですかね。それこそ立花選手とかは、まあ、途中から出てきたりっていう感じなんですか？そう、立花選手が出てきたらつけますけど、基本的には上り、うん、まあ、最初、あの頭上り、上りが交代したらワッキーが脇坂選手つけてますかね。ちなみに、立花選手が入るってなったら、アンカーですか？シミッチのところですね。シミッチのところか、瀬古選手のところ。前も、はい、インサイドハグもできるので、そこどっちかで入ってくるかなっていうのは面白いですね。はいはい。っていう感じですか。はい。そうですね。まあ、こんな感じの、川崎フロンターレの予想スタメンになりました。はい。そうですね。たくみちゃんのやつ、明日は久しぶりの現地観戦じゃけ楽しむぞということで。うわー、そうですね。明日は、それこそ、なんか僕もビール自体そこまで飲まないんで、ちょっと、無茶な部分あるんですけど、なんか広島で有名なビールの出店が出るらしくて。え、マジ？らしくて。なんか広島サポ界隈でも、うわこれ来るなら電車で行こうっていう方が結構多かったですね。え、なんていう、え、マジ？何でしたっけ？すごいじゃない、そんなのあるんだ。でもすぐコメントくださると思うんですけどね。今から来ると思う、本当。今すっごい見てるよ俺、今コメント。ちょっと絶対僕ちょっと前聞いた、あ、重富さんだ、そうだ、重富さん、早っ早っ浜ポーズ早っはい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 、そうそう、が有名らしくて、僕も聞いたことだけはあったんですけど、それが久々。どう有名なんですか、やっぱりその広島で有名ってことですよね。はいはい、だと思うんですよね。ほう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 、どういう、あ、泡が特徴らしいです。これぜひとも行ったサポーターのフローサポーの方に飲んでいただきたいですね、これはね、うん、ぜひぜひ。どうしよう、じゃあツイートしとこう、うん、俺のツイート見てくれるか分かんないんで、ちょっとメイちゃんにツイートしてもらいます。そしいやいやいや自信持ってツイートしましょうよあ、重富さんですね。あ、しげさん、お店行ってもなかなか入れないお店らしいですね。マジで？あ、じゃあ早めに行った方がいいんだ。あそこのビールは美味しいの？美味しい。あ、すごい。あ、アンガールズの、アンガールズさんや有吉さんもしげの富さんのビール美味しいって言ってましたと。すごい。マジっすか。そんな違うもんだね。継ぎ方でビールの味が全然違うんすわ。そうなんだ。いや、ちょっとこれはちょっとフロサポの、だからどんぐらい並ぶかよね、早めに行って。そうですね、もしかしたらもうなくなっちゃうとかいう説もありそうですけどね。だから遅く行ったらなくなるでしょ。全然ありえそうですよね。売り切れちゃうでしょ。うんうんうん、夏です。すごい、マジ。はいはい。なんで、ちょっとこれはすごいっすわ。ちょっと注目してみてほしいです、ね。すごい面白い情報、これ。そうです。結構明日イベントも多くて。ほう。ちょっと待ってください。ラッパーザキバシ、今日時間押してるからか、翔さん全然コメント読んでくれない。アディショナルタイム60分でいっぱいコメント読んでくださいよ。確かにね。ごめんなさい、俺が喋りすぎてるのかもしれないです。本当すいません、本当に。いやいや、とんでもないです。すいません、本当に。何できるだけ読めるようにします。最近本当にたくさんコメントくださるんだよね。でも人気チャンネルなんですよ、やっぱり本当に。いや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 。すごいっす、ほんと。ライブ盛り上がるって嬉しいっすよね。動画が伸びるのも嬉しいんですけど、うん。僕はなんか、ライブでみんなとこう喋ってるっていうか、こっちの方が楽しいっすね。ああ、確かに。面白いっすよね。面白いっすね。生の声が聞こえる、うん、聞けるっていうか。なんで、実際この、
まあ、例えばラッパザキバチョフですって現地で言ってくださったりしたらなお嬉しいっていう。あ、わかるそれ。あ、どう、って時あるよね。あ、さあ、本当にお世話になります、いつもみたいな。めちゃくちゃ嬉しい、ね。うん。3オクターブぐらい高い声出るもん、その時。あ、そうです、そうです。そうですね。パパチャンネルさん、明日花火ショーもあるみたいで。え、すごいじゃん。もう夏祭り的な感じですね。君がいた夏はですか。はい、そうです。すいません、ありがとうございます。41歳頑張りました。本当にあ、ぜひな、広島駅にもあるみたいなんで。あ、広島駅にもあるんだ、うん、で並んでるんでしょ、やっぱり。そこが多分混んでるってことですよね。ああ、そう、すごいね。なパパちゃんです。なんだろう、そうなると飲んでみたいわ、ほんと。あ、2杯買うのがおすすめ。一度次と二度次、味が全然違う。え、そうなの？すごい、なんか。え、一度次と二度、すごっ。ラッパーザキバジュさん、ゆうちゃんさんが、しげたみさんに行ってしまった場合、多分もう試合はいいや、マスターもう一杯って言ってると思います。ちょっと。行ってそう。さすがに試合は行くでしょ。あ、行きますか。これでも。ああ、うん。だけど、楽しすぎたら、そこでダゾン打ってたらダゾンでいいかなってなっちゃうかもしれない。マスター、ちょっと面白いよ。美味しいよ、ビールって飲んでて。ダゾンで行っかけよ、みたいなね。いやいや、ありますよ。広島まで行って行かないんだみたいな。あ、さすがにないですね。さすが。すいません。広島でまず一杯飲んでから。あ、手編みマフラーさん。お店では2杯しかおかわりできないほど人気と。あ、あ、もう決まっちゃってんだ。すごくない？普通いっぱい飲んでほしいじゃん、お店的に。そうっすよね。へえ。2杯で終わっちゃう。うわ、すごい。これはすごいっすね。本当に。嬉しい。ねえ、心さん、自分もショータイムのライブは1週間の楽しみです。え？やってよかった、今日無理やり。優しい。嬉しい。こういう一言が本当になんつうのかな、もう、胸を打つよね、本当、プンってね。ありがたいです。もうなんかちょっとなんか、笑顔が優しくなっても、本当。照れてます？照れてる。照れてます。もういつも照れてる。いつも女性がここにいるような感じの感じの顔してる、はい、本当に。レモンティーさん、ポチャルさん、こんばんはと。おお。あ、こんばんは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。本当にこんばんは。本当すいません。本当に。そうなんですよね。クレヨンしんちゃんも明日来るみたいで。クレヨンしんちゃんって広島っていうか、あ、広島なんだっけ、クレヨンしんちゃんって。ちょっと違う、あれ、埼玉の方じゃなかったっけ。何でしたっけ。あ、そうです。春日部ですね。そうだよね。はい。でもなんか、今映画やってるらしいんですけど、しんちゃんが。それでなんか記念、キーホルダーとかコラボ T シャツとか明日販売するみたいで。え、それ絶対欲しいじゃん。だから、僕も視聴者さんにお金払うんで、ちょっと代行で買ってきてもらうことにしました。いいえ、いいじゃん。そうなんですよ。ありがたい。いいね、広島とクレヨンしんちゃんのコラボでしょ。あ、そう。あ、しかも紫ライドさんが言ってる通り、明日キーホルダーがありまして、フロンタ君ほうとのコラボもあるんですよ。へえ、そうなんだ、うん。あ、すごいじゃん。全員いるじゃん。そうなんですよ。可愛くないですか？可愛いね、これ。これともう一つ、トートバッグもあるみたいで、ありがとう、エディオンスタジアムっていう。これとトートバッグ。うわ、すっげえ、これ、あ、これすごいね。いいっすよね、これ。これ買ってきてもらおうかな。もう、販売ないですから、絶対。ね、行ったことないエディオンスタジアムのやつを持つのはどうかなと思うけど。確かに。いや、でも、だけどそういう気持ちですよ、やっぱり。いや、そうですよ。うん。全員集合してますもんね、これ。全員集合してますね、うち。オルンタもいるし。フレッチャーもいる。うわー、すごいわ。これはすごい。なんか、ちょっとなんか、胸打ちますね、この
いや、ちょっとなんか、キーホルダーは。そうですね。なんで、こういうのもあり、いろいろ。うわー、下すげえなー。やっぱ行きたかったなー。めっちゃ可愛いキーホルダー欲しいと。確かに。うん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 。いや、素敵です、ほんと。いう感じですね。ラッパーザキバチョさん、リュウちゃんさんゲストの会は年2回の僕の幸せの時間です。嘘でしょ。本当ですか。いや、本当じゃないですか。ザキバチョさんずっとコメントくれるし。じゃあ年5回ぐらい出ますよ、俺。あ、大丈夫です。即断り。いや、でもそっちの、あの、ポチャルさんの出るって考えたら、多分年後ぐらいは絡んでますね。そうだよね。コラボしてるもんね。うん、かなり。うん。飲んでるしね、一緒にね。いろいろと、ご飯行ったりしてるし。あ、ピクルさん、クレヨンしんちゃん、よどこにも来ましたよ、映画の宣伝。あ、いろんなとこに行ってるって、ね。そうなんだ、だけど、すごいね、だけどね、そう、偉い、偉いって言ったらだけど、素敵だよね、そういう活動ね。そうですね、かなり。うん。嬉しいですからね、しんちゃん来たってなったら。いや、嬉しいよ、子供たちも来るでしょ、うん、やっぱり。うん。ゆきやのさん、ビールスタンド、しげとみさんですが、食べログ評価 3.83 でした、すごい。雪山さん、こういうの好きなんですよね、こういうデータ、ね、データとか。うん。そうですね。桃太郎さんの言ってる通り、川崎側の商品も出るんですよ、明日。なんだっけな。なんかもう、商品が多すぎて、さっきのキオルダだけ持ってきたんですよ。え、うそ。なんで、あ、そうなんだ。でも可愛かったっていう。すごいね。なんで明日はかなり注目度高いと思いますし、ちょっと晴れてほしいですね、行くからには。明日そうよね、天気的には一応大丈夫なんでしょう？うん、みたいですね。うん。なんでちょっと、せっかくなんで雨だけはちょっと避けたいですけど。僕が唯一行った今年の鹿島戦なんですけど、1ヶ月前ぐらいかな。うん。あの、もう、ゲリラ豪雨すぎて、あの、一個も出店行きませんでした。マジで。もはや試合やるのかぐらいのレベルの雨で、雷と。あ、一回中断したやつ？あ、それ違うか、それ違うか。中断はしてないですけど。あ、それ町田戦だ、ごめん。町田戦だった。うん。そうなんだ。うん、明日は、曇り時々晴れ。雨、降水確率 20% なんで全く問題ありません。よかったです。現地の皆様楽しんでください。うん、ダゾンから応援します。僕もちょっと生観戦はできないですけど。そうね、盛岡の試合見なきゃいけないもんね。はい、ルジャーの試合をちょっと那須さん応援するんで。確かにそうよね。確かに確かに。レモンティーさん、明日はカードフェスタも開催されますね。あ、見たいですね。なんかすごいやるね、明日ね。すごいっすね。もう全部回れないんじゃないですか、早く行かないと明日は。いや、確かに、なんか川崎から行った人はもう早めから行ってると思うから、たね、うん、楽しんでもらって。そうですね、確かに確かに。うん。しかも明日土曜ですからね。そうなんですよ。泊まることもできるから。そうなんですよ。いいな。明日入りの泊まって帰るみたいな感じじゃないですか、うん、最高ですね。最高ですよ、もう本当に。僕もラストエディオンをもう一回だけ行こう。もう一回だけっていうか、本当のラストホーム最終戦に行こうかなと思ってて。みんなで、会があるやつね。あ、そうです。もう、ホーム最終戦だし、エディオンも最終、本当の最後の。そうだよね。そこはちょっと、もう行かなくてはならないとだよね。確かにそうだよね。うん。その動画ちょっと楽しみにしてます。そしたら。はい。ちょっと晴れることを願って。入れるでしょ。晴れなかった。え？入れる。晴れる。晴れ、あ晴れるよ。はい。信じましょう。もうその笑顔で晴れるよ、絶対に。大丈夫だって。逆にもう多分大雨で笑ってます。安倍かーっつって。俺っていけねえんだって。ガンバのイクパッパさんはそうだったね。あ、そうなんですか。
なんか俺らが行くから行くと負けるから、行かないって言ってて、で前回ガンバットの試合があった8月5日にあったんです、はい、8月6日にあったんですよ。はい、まさかの、4対3で負けまして、3対4で。え、来なかったんですか？来なかったんですよ。あ、ほんと来ないと待つんだみたいな。絶対あの人たちは現地行かないと思います、もう。もう来れないじゃないですか。いやそういうのはね、崩していかなきゃいけないから。そういう変な人生は崩しましょう。そう。なのに俺はもうひ負けたらヒゲを剃るっていう風なジンクス、そのままにしてます。勝ってるときは剃らないっていうね。はいはい、そうなんですよ。すみません、そのやっぱジンクスって大事なんですよね。なんか自分の中でありますよね。ね、ありますあります。うん。サムレッジ広島親父さん、13日は花火大会で行けなかったから、明日は福岡から全力で応援しに行くぞ。おお、福岡から。嬉しすぎるぞとは。うわ、すごいわ。桃鉄だとね、福岡から近いんですけどね、広島まで。うん、大丈夫、簡単。12、3マスぐらいで行けちゃう。はいはい、一旦で行けるかもしれないですね。そうね、急行か特急ぐらいで行けるかな、別にもうリニアとか使わなくても新幹線とか使わなくても急行特急ぐらいで行けるか。すいません、やべえ、もういい、ね、すごい早いね、1時間。お、何、もちろん、もちろんさん、ハッシュタグフロサポ勝ち点3トレッチ広島というフロサポアウェー遠征用ハッシュタグがX、まあ、ツイッターですね。で、盛り上がってます。そうなんだ。カッチャさん、もうそういうのすごいですから、ほんとね。ほんとに。なんか、こんなこと話したら、今度なんか、桃鉄のさ、生配信やりたくなってきたね。なんかね。確かに。二人で朝まで生配信、桃鉄。やりますか？やろうか。全然いい。あの、一つお願いですけど、メイちゃんだけ呼んでもらっていいですか？なんで？はい。なんで？二人で朝まではちょっときついです。なんでよ。はい。男二人でやろうよ。いや、確かにそれはね。本当は何で入ってましたよ。いやいや、いや、俺も確かにメイちゃんがいないときついよな。絶対面白いですけどね。いや、視聴者5とかだよ。いや、それでいきましょう。5を見てるのありがたいです。そうだよね、うん、5人のために2人でちょっと朝まで桃鉄、はい、ウィニングイレブンとかでもなく、いやいや、フィファでもなく、はい、桃鉄って、とりあえず100年でお願いします。長えよ、終わんない。一夜じゃ終わんない、本当に。いや、本当に。俺も呼んでとか来てる。好きなんだよね、うん、あれカードの使い方によっていろいろ変わるからね。もう、すごいわかるよね。次回の配信で喋ってください。あ、そっか。もう4分経過したね。本当ですよ。確かに、ごめんなさい、ごめんなさい。ドキバジュさん、このライブは明日の深夜何時までありますね。やんないよ。やりませんよ。前引っ越しちゃったんだから。3時、うん。3時だ。明日早いしね、お互いね、うん、そうですよ、しげさん、寝室だったら出て10分ぐらいで飲み屋で打ち上げできて、打ち上げ後そのまま歩いてホテルに行けるようになりますよと。わお、来年こそ本当に行きましょうよ、この誰行こう。で、あっちでコラボしよう。もう俺いらないけど、メイちゃんを連れてく、その時は。いい、うん、ゆうちゃんさん来ないですか？行く。俺はもうほんと静かに黙ってるかもしれない。いやいやいや、一番盛り上がってくださいよ。せっかく来たんで。テンションクソ上がると思うよ。うちの家族、奥さんも行きたいって言ってるから。ああ、え、広島は。うん、だ行けてないのよ。おととしも行こうとし、広島戦に合わせて行こうとして、そのお盆に かぶっちゃって、すごい混んでて行けなくて。そう。だもう子供ももう、ちょっとおきょずつ大きくなってきて、ね。はいはいはい、はい。うん、いいんじゃないか。行きましょう、はいはい。レモンティーさん、ポチャウロさんのトークトーン最高にリラックスする。いや、まあ、そらさん、マイナス4出してるからね。だから、ね、だから、ショータイムさんもそうやって笑顔になれる。はいはい、まあ、それは本当にありますね。それ事実かもしれない。このね、声の、ごめんなさいね、出しちゃった。はいはい、すみません。
ゆきこママさん、こんばんは。ああ、こんばんは。ガンバサポーターの。ママさんですよ。ガンバサポーターですよ。あ、そうなんですね。そうなんですよ。すごいっすよね。今日すごいんじゃないですか。広島、フロンターレ、レッツ、ガンバいますよ。名古屋も。名古屋、あ、いたか。まあ、いな、まあ、いたか。いなかった。いなかったもん。あの人最初だけコメントしてたもん、もうあと見てないですからね。そうなんだよね。早いんだよね。早くコメントしてもう最後の方さ。そうなのよ。本当に。今言っても聞いてないですだもん。絶対聞いてないよ、本当に。何言っても多分聞いてないと思う。フリーザの声似てますね。確かにたまに言われますけどね。いやいや、言えない。その、まあたまに似てるのがあるぐらいで。はいはいはい。うん、確かにね。いや、そこで言う？ってか、ここで言う？何ですか？いつも会ってんじゃんっていう。確かに。言われてるわけじゃないですね。いつも会ってんじゃん、本当に。ここで言う？本当。はい、っていうので。はい、すいません。長くなってしまいましたけど。ね、すいません、本当にありがとうございます。最後に、まあ、皆さんお待ちかねということで、予想スコアの方を。あー、来た！で終わっていきたいなと思います。最近ほんと当たんないんですよね。いやもう今回はもうこれしかないなっていうのありますね。はい、僕はやっぱり前節は勝ったものの、はい、やっぱり堅守広島として無失点が本当にないんですよ。そうですよね。かなり失点、まあ1失点やらはいっていうのがあるので、まあ、川崎フロンターレに無失点をすることによって今後の試合にも影響してくると思うんで、プラス、まあ、やっぱりあのマルコ選手、加藤選手、三田選手が加わった攻撃陣というところで複数得点を期待して2対0、はい、2-0か。これできたらもう文句ない。まあそうですよね。もう堅守広島っていうのは本当に分かってますから、もうフロンターレも無失点をとにかく意識していってほしいですね。確かに取られちゃいけないですよ。やっぱ明日も。はいはいはい。はい。でも 2-0 って確かに怖いですよね。だ勢い乗らしちゃ、1点取られて勢い乗らしちゃったら危ないですよね。本当おっしゃる通りで。はいはいはい。それはちょっと怖いです。はいはい。なので、はい。僕言っちゃっていいですか。お願いします。1-0で。うわぁ、ありそうなんですよね。一番ありそうです。1-0、すみません、あのこれ、あの、ごめんなさい、宇野ゼロでとかっていつも言わないですけど、あのフロンターレのサポーター、ギジェチャンネルっていうチャンネルがあるんですよ。はいはいはい。はい、その人が、宇野ゼロって言うんですよ。あ、そうなんですね。それちょっと言わせてもらったんですけど、1-0ですね。1-0でフロンターレ。いや、ありそうですね。ええー。堅守広島からやっぱり、3バック強、やっぱ強敵なので、うん、そこどう打開できるかっていうところですかね、うん。そうですね。本当に。で、1点取って勝ちたいなっていうの、本当勝ちたいなっていうの、本当ありますね。34と32でね、勝ち点がほぼほぼ近いチーム。ね、ちょっと、まくられるか、離すかっていう感じですからね。本当ですね。どうするか。多分両者にとっても引き分けだけはちょっと一番避けたいですよね。そうですね。上に行くにあたってね、うん。っていうのも多分監督が一番分かってると思うんで、最後の最後まで多分攻めの姿勢はどっちも貫いていくと思うんで。うん、確かに。はい、まあ、なんでだから1位まで13ですもんね、勝ち点が。なんで、明日勝てば、まあ今日も名古屋、名古屋こけましたし。名古屋、そうそうそう。全然、まあ福岡もですけど、全然。一つでも上は狙えていく順位だと思うんで。確かに。まぁ、あ、ちょっと、最後の最後、まぁ、あ、前節も、ロスタイムに広島決めてますし、広島今年残り15分がかなり得点は多いんだよね。うん。ね、切らさずっていうことで、注目していってほしいんですけど、かっちゃんさんは3対0、しげさん、スイーツの打ち合いを希望3対2で広島。おぉ、紫山さん2対1広島。ウィナーも同じ予想にしました。マルコ選手見たかった。
紫さん2対1か、あ、広島。2対1、あ、2対1か。2対1多いな。多いっすね。マラさん、マコ復帰後初ゴール。マルコス、シチ移籍後初ゴール。大使ロスタイムダメ押しなんで4対2広島。マコ復帰で流れが変わった流れをマルコスがさらに確実なものに、いよいよ消したのば。うわぁ。すごいな。できてんな、ストーリー。気合が伝わってきますね、もうこのコメントで。もうすっごい伝わってきてる。あさみさん、期待を込めて21で広島。マルコスコメント多いっすね。多いね。かなり多い。いや、だ一番決めてほしい。やっぱり移籍してすぐの選手が決めるとグワッてチームで盛り上がるから、一番決めてほしくない選手ですね、どっちかしたらね。確かに。うん、今後においても。誰からすると。うん。1対0、2対0、3対2広島。加藤選手が2得点。お、あ、獅童さん、こんばんは、今仕事から帰って、お疲れ様。あ、おかえりなさい。お疲れ様でした。心さん。パラシュートで降りてきたショータイムのヘディングとマルコスのカメハメハ2対0。どっちも反則やないかい。明日行かれるんですね。そしたら行かれませんよ。まだ盛り上がり。飛行機で飛んでるでしょ。危ないな、本当に。その YouTube 撮りたいですよ、そっちの方が。そうだよね、それすごいよね。ねえ、3対0。最後。あ、3対0、3対0。うわ、多いなぁ。4対0。ムツキ、ピエロス、ナシム。すごいな。あ、ミルアカさんのウィナーチャンネル、ウィリナー予想チャンネルで、サンフレッチェ、川崎の予想で3対2の予想がいたよと。みんな点入る予想多いです。5-0。入る予想っす。あ、5-0?4-0、すごいな、勢いが。3-0、5-0 とかどうします？でもフロンターレに本当勝てる気がしない。どっちですか？あ、5-0って言ってくださったけどってことですか？はいはい。いや、どんだけ優しいんですか？いや、まあまあわかるんだよな。ピクルさん、引き分けでお願いします。セレッソ大阪横浜市2-0。ああ、そういうことね。セレッソ。確かに、ここは引き分けてほしいってことですもんね。セレッソサポからしたら。今日セレッソサポもいたんですね。ピクルさんはもういつも。この時コメントしてくれますから。すごいね、5チームぐらいいるじゃん、今日。すごい。注目度高いってことですよ、それぐらい。この上位対決。高いね。もしくは、ショータイムリュウちゃんが注目度高いのかもしれない。そっちっすね、多分。ああ、でしょ。あ、いや、この2人が話すと、ちょっとどういう風なね、コラボになるかっていうところじゃない、はい、うん、やっぱり。うん、じゃあ、柏戦もいいですか？柏対広島。柏対広島。まあ、そうですね。そしたらもう柏戦、黄色の、いや、どうすればいい？黄色のユニフォーム着て。魂売ることになりますけど。そうですね、ほんと。そしたらもうカッチョにめちゃくちゃ怒られるんで、ちょっとこれでお願いします。すいません。すいません、ごめんなさい、ほんとに。そうだよ、セレス上にいるんだもんね、1個ね。2個か、今だと。うん。雪山さん、どっちも勝てると平和ですが、14番のバースデーゴールで勝利した前回対戦の現地観戦が忘れられないので、今回も14番のゴールで勝ちたいのですが、可能でしょうか？どうした？無理ですね。うん。いや、無理とかは言わないでほしいんですけど、ちょっとコメントがね、はい、ちょっと難しいコメントをしてくださったなと思ったからね、本当に。脇坂選手ですよね、これ。あ、そうですね。脇坂選手の本当もさっき一番勘弁してほしいっていうことだったんで。はい、一番要注意人物なんで勘弁してほしいですね、それだけは。そうですね。まあ、だけどどっちも勝って、まあ本当そうなんですけど、毎回どっちも勝ってると平和なんですけれども、まあ今回はちょっと14番が、14番がってことですよね。うん、わかりました。冷静に言えば、うん、ないですから。うん、可能でしょうかというのは可能ですって、俺は言ってあげたい。この方に。ああ、僕は不可能と言いたいですね。そうですね。いくらコメント代がそこは徹底しようかなと思ってます。おっしゃる通りです。そんな点入れられたら私に楽しみのポチャフロ生配信がなくなってしまう。そうですね。毎回定期配信やってますからね。
いや、でも日曜日にやってますね。その、うん、もし土曜日にその 5-0 と0-5で負けた瞬間にこんななってましたもん。生配信知ったことも喋れないかもしれない。やるはやるんですね、一応。あの定期配信なんで、定期配信なんで。ただもう知ったこと喋れず、パイチーンってなって。で、そこにスペシャルゲストで、はい、来てもらって。あ、いいんすか？大炎上しないですか？で、喋ってもらって、終わるっていう。いや、もう僕炎上で終わるじゃないですか、それ。終わんない、炎上しないよ、絶対に。もう、本当に。すいません、ほんと。甲賀さんかな？お疲れ様です、フロンタレサポート。終わりでます。すみます。ちょっと二人とも行かないんですけどね、明日は。二人とも行かないんですよ、すみません。僕は行くということで、ちょっと気をつけて。マサさんかな、いつもお世話になります。はい。ちょっと途中でも話しましたが、明日いろんなイベントやってるんで。はい、ぜひぜひぜひ。楽しんでってください。ぜひ楽しんでください、本当に。もう一回、あ、このアーカイブでもう一回見てもらってね、最初からいなかったら。そうですね。いろんなことやってるから。ぜひ見てください。もう一回、もう一回見て。画面は見なくてもいいですからね、ぜひ。もう、あの、音声だけ、ラジオ感覚で聞いていただければ。画面見てほしいでしょ、このね、あの、二人の顔を。いや、顔見た方がいいですかね。顔見ながらもう、1時間20分ぐらい。5分ぐらいで。飽きるよね、確かに。5分ぐらいで飽きる。うん。ただ寝るついでにこうやって、俺らの配信機で寝てもらって、ちょうどいいと思うんで。シドさん、このコラボ確かにおもろい。いや、おもろいです。これいや、嬉しい。頑張ったかったな、人生。そんなっすか。ウコさん、いつも通りサムネが勝ったら、ポチャウロさんのチャンネル登録しますからね。とってことは、まだあのこの5年、もう3年してないってことだよね。そういうことですね。そうなんだよな。いやー、いやー。え、柏さん、チケットソールドアウトしたのマジで、まだ狭い、あれどこ、広島柏でしょ、柏は日立ですね。日立で狭いからね、すぐソールドアウトしたんだよな。そうだ、あ、行けないってこと。何やってんねん。何やってんねん。いや、やる。何やってんのよ、本当に。そうですね。まあ、紫キングさん、明日は面白いしゃべること間違いないです。いや、間違いないです。間違いないです。バチバチの楽しみしましょう。心さん、今度ポチャロさんに行ってみようかなと。ぜひ見に来てください。本当によろしくお願いします。頑張って楽しくします。すまなかったらすぐ、帰りますって言っていただければ。フィギュさん、ぜひ原爆ドームから見える新スタミンに来てくださいと。そうですね。行きます、行きます。本当に行きます。海坊さん、それじゃショータイムさんとメイちゃんの素敵な配信になっちゃいます。どういうことやねん。ほんまや、ね。全然それでいいっすけど。ほんまや。ほん。おっさんがいなくなってすごい綺麗になるだけじゃん。ほんとそうだね。そっか。あ、もう嬉しい。紫山さん、私もポチャフロ TV さんとのコラボ配信楽しみですと。面白いです。嬉しい。そういうこと、アマラさんもね、ポチャフロさん、ポチフロさん、前回ご出演時に登録していただいた、登録させていただいたので、今回も登録済みボタンで押しておきますねと。そしたら登録なくなっちゃうよ、そしたら。冷静だった。ちょっと。ポチフロさんになってるし、本当に。もう一回押したらな、登録外れちゃうから押さなくていいですよ。あ、そうか。うん、押さなくて、本当押さなくて大丈夫です。はい。押したらすぐ分かる。もう一人消えたってなるからね。本当。厳しい。もしかしたら5人ぐらい消えたかもしれない、今ね。ありえます。そっか。増えすぎて今開かない。うん。嘘。次回は念願の、そろそろちょっと行きましょう。そろそろ、まあそうだよね。そろそろデータ配信しましょう。うん。だから一回さ、これさ、3人で出るとさ、俺ちっちゃくできるでしょ。え、そんな。多分できると思うの。できるできる、フォーメーションできるから。3人並ぶってよりもうショータイムさんがいて、メイちゃんがいて、もう俺がここら辺にいるみたいな感じの。ワイプみたいな。ワイプみたいな感じで全然いいと思う。あ、審判、あ、審判いる。審判の顔のところに俺がいる。ジャッジするから。いいので。そうですね、村瀬山さん、私も。チャンネル登録済みですと。ありがとうございます。いつも本当にありがとうございます。
ということですね、はい、ありがとうございます。最後のポチャロフさん知ってるって、ごめんなさい、はい、レモンティーさん、うちの話見てくれてるのかな、それともなんかツイッターから見てくれたのかな。ポチャロフさん、なんなんですかそれ。ポチャロフって、うち新キャラクターできました。ああ、はいはいはい、あの P の、そう、はいはいはい、めっちゃ可愛いやつ、はいはいはい、ポチャロフって言うんですよ、名前が。あれポチャロフ、そう、だもしかしたら見てくださってるのかもしれないですね、これ。あ、 ありえます。すいません、ありがとうございます、レモンティーさん。50ってね、言われたとき、俺と、もうどうしようかなと思っちゃったんですけど、本当に。見てくださ、すいません、本当に。まあ、こんなキャラクターですね。このシールはできまして。あ、確かに、また今度渡しますね、シール。僕もショータイム、念願の。そう、ショータイムシール、そうっすよ。本当に。はい、欲しいっつって DM したらダメですって言われたきり全然連絡なかったから。ったことない。しっかり、余ったっていうか、余分に残してる5枚ぐらいを、僕は全部、もう95枚完売したんで。マジすごいね。よかったです、本当に。さすがショータイムだね、本当ね。こうだっけ、こうだよね。そうです。すいません。っていうので、そうですね。まあちょっと今回も本当にまた1時間絶対終わるって言ったのに2時間半近く行ってしまいましたけど。本当に。まあ明日の、いや本当ね、やっぱ楽しいよ。ショータイムさんと話してると。この聞いてて面白いですが、コラボ最高ですって。まあ来ないですからね、普段のコラボじゃん。あ、そうなの？もちろんですよ、もちろんですよ。みんなお世辞じゃないですよ、これ。嘘、いつもの話に来ないの？俺今一番テンション上がっちゃった。俺みんなに言ってるかと思ってさ、嘘。はい、本当です、本当す。マジ？はい。生きててよかった、本当。言い過ぎじゃない？いや嬉しい。それこそ嬉しい。それこそ純レギュラーささやかさんとかにはその、うん、どんな配信よりも出れてんなとか。ああそういうことか。もう。デレゼロだもんね、ここはね。デレゼロでやってんもんね。デレ、まあそうですね。まあ、うん、見方変えればデレかもしれないですけどね、この笑い。見方、あ、そうやね。見方変えればね。はい、は安心感っていうね。あれですか、うん。はい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 。っていう感じ、ね、あれだ、すみません、本当に。いや、嬉しいな、それは、本当。っていう感じですね。はい、ああ、本当に、次はね、メイちゃん出れるように頑張りますんで。はい、というので、まあ、最後というところになりますけど、明日の試合に向けて、まあ、ちょっと一言と、なんか告知だったりっていうのがあれば、はい、一言お願いいたします。ありがとうございます。まず、今日ですね、先ほど、神戸、ヴィッセル神戸の、はいはいはい、コラボ、ニッテル神戸っていう、はい、モノマネ芸人の方が、ね、このチャンネルでも大活躍されてますから。あ、このですか、ニッテル神戸さんとコラボした動画がありますので、そこになんとアルコ&ピースっているじゃないですか。はいはい、あ、さっきサムネだけ見たんですよ。そう、アルコ&ピースの酒井さんが来てくれたんですよ、たまたま、はい、たまたま通ってて話しかけたら、おーってなって、はいはい、で僕もたまたま酒井さんと共通の知り合いいて、それを話したらおーみたいな、はいはい、でそれで、すみません、これ YouTube 撮ってるんですけど、出ても大丈夫ですかって言ったら、全然どうぞみたいな。超、やもう寛大すぎて。っていう動画がですね、配信されましたので、はいはいはい、今見てる皆様、ぜひ一度とは言わず、二度三度見ていただければと思いますので、よろしくお願いします。お願いします。はい。あとは来週もですね、来週から、まあ今後も、まあいろいろと、そういった、インタビュー の動画だったりとか、あと他のチャンネルさんともコラボさせてもらったりとか、あとはね、定期的に日曜日の10時半か、そうですね、日曜日試合を。あ、そう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 、なんか、テレビ感あるね、このすごいね、ポチャロ TV 定期配信も毎週日曜日10時半から、そう、30分番組、アディショナルタイム、ポチャフルタイムって最近言ってますけれども、平均30分、1時間番組やないかいってことですね。オーバーは自分のチャンネルでもやってるんですね。はい、やってます。変わんねえのよ、どこ行っても。結局1時間半だもんね、今日ね。全然こっちとしてはありがたいです。もうどこ行っても変わんねえんですよ。
すいません、本当に。ってのやってて、で、日曜日試合の時は、11時からっていうちょっとのもありますので、まあ、ツイッターとかで、はい、見ていただければ、まあ、少しでもね、皆さんが元気に月曜日迎えられるような配信を目指しておりますので、ぜひ見に来ていただければと思いますので、よろしくお願いします。はい、お願いします。ということで。まあそうですね、ちょっとコメントにも来てますけど、さっきちょっと話してた。あ、そう。まあ、桃鉄配信でやったり。ラブダさん。ちょっと年末やりたいな、マジ。ダラダラやりますか。ダラダラ飲みながらでもいいし、本当に。皆さんとちょっとね。そうですね、中川さん。前回も言ったけど、マジ一緒に飲みたいってことで、なんか、まあ来年広島に行った際とか。はいはい、ぜひぜひぜひ。トロキの時でもいいですけど、なんか。はい。プロサポと広島サポが交える会でも、ね、それやりたいんですよ、やっぱり。アウェーサポでも、やっぱり、そうじゃないですか、結局、試合中、バチバチだけど、選手とかも、うん、試合終わったら、やっぱり、いや、あの試合、そうだったね、こうだったねっていう話をできれば、すごいかなって思いますので、そうですね、ぜひ、はい。なので、まあ、そこら辺はちょっと、今後とも、進めていって、はい、その、準レギュラーですので。あ、ね、出る、出る。他のコラボにはないこともしてやっていけたらなと。そうだね。普通にね。ちょっと、格差つけていかないと、どんどん。準レギュラー。本当に。はい。なんで。準レギュラーっぽく、ちょっと、いろんな、サッカー以外のことも、出演していただければ、できればなってますんで。お願いします。はい。よろしくお願いします、本当。お願いします。というので、はい。ショータイムの方はですね、そうですね。はい。まあそこまで告知はないですけど、まあ、ここ最近は広島関連の動画にはなってますけど、まあたまにJリーグの移籍であったり、まあ今ちょっと冒頭でも話した盛岡の方に来てて、明日那須さんの試合がありますね。その Vlog とかもちょっと撮れたらなと思ってますけど、それだったりっていうのも配信してますので、ぜひぜひJリーグサポーターの方はチャンネル登録で励ましてくれると嬉しいです。お願いします。いやー、もう本当にいつもお世話になってます。ありがとうございます。こちらさんの、まあ、冒頭にも言った通り、YouTube と SNS は概要欄に貼っておりますので、生配信だけでも行ってみてください。めちゃめちゃ面白い。いやー、すいません、ね、本当に面白い。頑張ります。つまんなかったらすぐさよならって書いていただいて、はい、すぐ出てて大丈夫です。はい、っていうので、すいません。はい、まあ、今年一応この試合前生放送はラストだと思う。最後か。僕らもあとはもう会えもルバーもないので、うん、あ、そっか、じゃあ最後だ。なんか寂しいね、もう会えなくなるってね、今年ね。よいとしょう。今までありがとうございました。今までって言ったらもう来年も会わねえじゃねえ。そしたらまあちょっとマジ年末ね、なんかいろいろやりたいね、またね。そうですね、また大盛り上がりの忘年会っていう感じでね、はい、ちょっといろいろ盛り上げていけたらなと思いますんで、はい、ぜひぜひぜひお願いいたします。はい、こちらこそよろしくお願いします。というので、今回は J1 第24節サムレッジ広島対川崎フロンターレの試合前生放送といたしまして、はい、川崎フロンターレサポーターのポチャグロ TV のりゅうちゃんさんにお越しいただきました。本当にね、久しぶり1時間半やったんですけど、あっという間だったと思うんでやりましたね。まあイベントも明日ね、ちょっと話した通り、うん、たくさんやってますし、はい、まあフロンターレサポーターの方はラストエディオンということで、どうね、ぜひぜひ一応楽しんでいただければなと思います。はい、そんな感じで今回は試合前コラボの妄想でした。ありがとうございました。ありがとうございました。おやすみなさい。明日バチバチやりましょう。